YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。福井走るの食べるの大好きトッピーです。で、私本職がトラックドライバーということで、日夜福井の物流を担うために、まあ、トラックでですね、主に荷物を運んでいます。基本的にはですね、スーパーさんとか、あとドラッグストアさんとか、デパートさん、そういったところへ、トラックで荷物運んでいるんですけれども、私トラックドライバーであるトッピーがお店の中で見つけたお家で楽しめる福井グルメ、これを私自ら買って実際に食べてご紹介していこうと思います。今回はですね、スーパーで見つけた福井のカレーご紹介します。こちらです。あなたの美味しいご飯と若狭牛カレーセット。これをですね、スーパーさんの売り場で見つけて気になって、仕事の帰りに買ってきました。これね、何が目を引いたかっていうと、まずね、すっごい黄色で目立ったんで、あとね、周りに福井の観光名所がいろいろと書いてあるんですよ。見えますかね。賑やかなパッケージだったんで買ってみたんですけれども、田中農産さんって、調べましたらですね、福井県福井市の東郷地区にある会社さんです。農薬とか化学肥料を使わずにお米作りをして、まあ栽培から販売まで行ってきたというふうな会社さんですね。何がすごいかっていうと、農薬不使用、化学肥料不使用の福井県産コシヒカリ 100% のご飯と、あとルーにも溶け込む若狭牛のレトルトカレーがセットになってるんですね、この中に。だからこれが1個あれば、もうパックのご飯とあとレトルトのカレー温めたら、もうすぐに若狭牛のカレーが食べれるっていう、すごい便利な商品、かつ、まあ、無農薬で作られたっていうね、すごい安心安全、こだわりを持って作られたカレーセットなんだなというふうに感じています。早速開けてみましょう。中にはですね、福井統合米、統合地区で作られたお米がいわゆるこの統合米っていう総称になっていて、その中でもこのコシヒカリですね、コシヒカリ 100% のお米がこのままパックになっています。この美味しい若狭牛カレー、それでは早速食べてみたいと思います。電子レンジ 600W で2分で、カレーも温めます。はい、それではチンできたので、せっかくなんでね、ちょっとお皿に移そうかな。あなたの美味しいご飯と若狭牛カレーセットです。いや、美味しそう。めっちゃ香りがいい感じです。それではいただきます。なんかね、もうカレーはすごいいい匂いが、美味しい。カレーはね、お家で作るような感じの、ちょっととろみのあるドロッとした感じのタイプのカレーですね。あんまり辛すぎず、中辛ぐらいかな。ちょっとスパイス効いててすごい美味しいです。具材もね、きちんと大きめの具材が入ってますね。ご飯ね、あんまりパックのレンジでチンするタイプのご飯って食べないんですけど、なんか全然違和感なく食べられる。このパックのご飯美味しいですよね。準備してから5分ぐらいで食べれるんで、お米炊かなくていいし、めっちゃ便利ですわ。完食、ごちそうさまでした。ということで、ごちそうさまでした。いや、めっちゃ美味しかったです。この田中の美味しいご飯と若狭牛カレーセット、トラック運転して納品先でたまたま見つけた商品だったんですけれども、この中にパックのご飯とあとレトルトのカレーが入ってて、もう本当にね、数分で準備できちゃいます。食べる準備が。このご飯に関しては、農薬不使用、化学肥料不使用って、まあ、田中、農産株式会社さんがこだわりを持って作られているご飯をレトルトのパックにされて、あと若狭牛カレーもちょっとスパイシーな感じありましたけれども、本当に美味しいカレーでした。やっぱね、ご飯が美味しいとカレーってもっと美味しく感じますよね。レンジでチンのご飯と思えないほどしっかりしたご飯の感じでした。これね、福井県行って帰る時のお土産にも喜ばれるかもしれませんし、あとね、例えば県外に、まあ、息子さんが行ってて、ちょっとね、食料品送ってあげる中にこの
田中の美味しいご飯と若狭牛カレーセットをこう入れて段ボールに入れて送ってあげたりすると、多分ね県外とかでなかなか帰ってこれない、子供さんとかすごい喜ぶんじゃないかなというふうに思いますね。簡単に調理できて食べることができるし、やっぱ福井県の若狭牛のカレー、なかなか県外にいると食べる機会ってないと思うので、そこも喜びポイントかなというふうに思います。あとね、例えば送られてきた中にこのパッケージ入ってたら、周りに福井の観光地がいろんなところ載ってるんで、懐かしい気持ちになるんじゃないかなって思いますね。それぐらいなんかね、嬉しさが詰まったパッケージとご飯と若狭牛カレーかなっていうふうに思いました。県外の人に食べてもらいたいですね。これは福井の観光地も写真で知ってもらえるし、福井で作ってるお米コシヒカリの美味しさとか、あと若狭牛の美味しさ、まあ、それを含めたカレーの美味しさ、そういうのも味わっていただけるんでね、すごいね魅力的な商品なんじゃないかなというふうに感じました。それでは今日の動画はここまで。次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。